あの日守ると決めた約束はこの胸に。雄英高校に入学した僕、緑谷出久は様々な事件に巻き込まれながらも無事プロヒーローになるための仮面試験に合格することができた。次に僕が目指すのはプロヒーローの職場に出向いてその活動に協力するヒーローインターンに参加することだ。市営八斎会という小さな指定ヴィラン団体だ。ここの若頭千崎という男が妙な動きを見せ始めた。今は日向も日陰も支配者がいない。断りを壊すんだ。お前は人を壊す。そう生まれついた。今度こそ絶対に助ける。精一杯この涙かき分けて。あの子が笑えないままなんて、そんなの絶対許せない。余計なお世話だとしても君を助ける。英雄症候群の病人ども。もういいです、ごめんなさい。全て無駄だ。俺が君のヒーローになる。掴め、今度こそパワー。